こんにちは、渡辺かりんです。今日も着物毎日でやります。12時からご来店を受付するあの着物マルシェです。そして夜8時からあのオンラインの着物マルシェです。先週も着物マルシェありまして好評で、たくさんの人が着物や帯を買ってくださいました。でもこの創業50年の渡辺衣装店のコレクションはですね、まだまだたくさん、こんな感じでまだまだたくさんあります。渡辺衣装店の衣装コレクションで、その着物として着るだけじゃなく、あの今私が着てるようなこれですね、渡辺衣装店 の、 あの訪問着でリメイクしたものなんですね。これ良くないですか。これね、あの着物として着るにはちょっとシミとかあの日焼けとかしててちょっと難なんですが、あのリメイクしますとね、こんな素敵なドレスになります。ちょっと色焼けしたところなんかも味になりますね。あの着物ならではの味わいになりますので、あのとってもお値打ちなのがいっぱいあります。着物として着るものはですね、1万円ぐらいからあります。あと小物とかにした方がいいなっていうのは1000円であります。1000円からあります。あとですね、あの振袖でもあの1万円っていうのがあるんですが、十分あの着物として着れるし、あのするし素材としてもう1万円なら十分いいんじゃないかなと思います。シュルクのいい柄ですとね、メーターでだいたい1メーターぐらいなので2万円近い、1万円の洋服ワンピースできますのでね。あ、見てくださってありがとうございます。あのですから1万円の振袖、洋服作るんだったらとってもの振袖も十分お得ですよ。普通にシルクの素敵なプリント柄を買うんだとメーター6000円ぐらいするので、2.5 メーターぐらいいるかもしれないので、2万円近くしますのでね。3万円の振袖です。あの先週で全部ライブできなかったので、今夜ですね、この花嫁の、打ち掛け、色打ち掛けとそれから引き振り袖ですね、こちらをあのライブで披露いたしますので、まだお申し込みでない方は、オンラインマルシェ、どうぞお申し込みください。それでなんとあのお楽しみプレゼンというのがあります。合計で10万円以上買ってくださった方、あの今までにこの着物マルシェで買ってくださった分も合計で、10万円以上買ってくださった方にはですね、ちょっとあの長所難ありの、桜姫ショーツをプレゼントします。あのこういったスタンダードとか、ですね、スタンダード、このピンクのプレミアムですね、純銀が縦糸に織り込んであるプレミアムも難あり、仕立てる途中でちょっと裏地にあのミシン油がついてしまった間になんかちょっと織り傷が入ってたとか、そういった少々難ありでも、あの履いていただくには十分あの大丈夫んじゃないかなっていう、私が見て これならいいかな、でも普通に商品として出荷はできないけどっていうものを、あの10万円以上買ってくださった方にはプレゼントいたしますので、ぜひあのまだ申し込んでない方ご覧ください。あの今夜はライブでご案内するのはこの色打ち掛けの、3時間半 の、 あのライブで、ここにある他の柄を全部紹介したんですね。その動画も見ていただいて、欲しい柄がありましたらスクリーンショットで指定していただいて、この着物この柄が欲しいって指定していただいて、あのリクエストしていただくと、それであのもう売れてしまってないのもありますけど、あの在庫まだ現物あるっていうことでしたら、あのお支払いのご案内をさせていただきます。そんな感じで、あとはですね、ライブ中に電話してくださるのも大丈夫です。電話番号をお伝えしますので、
その番号に、すぐ行っていただくのもいいんです。ちなみにですね、今日ご案内する色打ち掛けと引き振り袖はですね、一律で税金合わせてなんと9000円です。たったの9000円でこの豪華絢爛な日本の伝統文化の織、刺繍が入った施された豪華絢爛な絹の、もうこれ天井なんかにね飾るところがないっていう方なんかは、天井にね天蓋のベッドみたいな感じで、垂らしていただくとか、インテリアで壁掛けを作っていただくとか、そうですね、敷物にするとかね、敷物色打ち掛けなんかね、いいと思います。帯はすごいいいんじゃないかなと思います。もう豪華絢爛、日本刺繍、豪華な日本刺繍いっぱい施された日本の伝統文化の柄、素敵ですのでね、見るだけでも目の保養になりましたって、そういうご感想前回いっぱいいただきましたのでね、ぜひ見るだけでもご参加ください。今回ですね、今週申し込まれる方は、参加費ペイパルで380円かかりますが、その価値は十分あります。そう、380円払って着物の博物館に観覧するっていうような、そんな感じで参加していただけるといいですね。あとはその、10万以上お買い物をくださった方には桜姫ショーツ、ちょっとね裏地とかに少々ちょっとのシミがあるとか折り傷があるとか、そういったものを1枚プレゼントさせていただきますので、こんなチャンスはめったにありませんのでね、桜姫ショーツもスタンダードとかプレミアムはですね、1ヶ月か2ヶ月ぐらいお待たせする品なんですね。それがすぐ届くというラッキーですので、ちょっとね染めムラとか折り傷とか、ちょっとミシン油かなんか制作中についてしまったっていうのはですね、裏地でほんのちょこっとなので大丈夫だと思う。私の感覚では十分楽しんであげる、今緊急事態宣言ついて出てますけど、シルクの桜姫ブラをですね、実際に試着できるという、これも試着は無料ですので、とってもと思います。あとそうですね、ライブでちょっとね、ブラの試着したいっていう方にオンラインで送るで一度してもらってで返却してもらうっていう試着会とかもね企画しておりますので、どうぞオンライン、それからご来店の方は午後1時から今日の6時まで、お店開けております。今からね新幹線乗っていらっしゃるとかでも十分、午後6時までだったら間に合うと思いますので、いっぱいいいものを見つけていただけると思います。あとねここにいらっしゃってからなーでの輪のお買い物してくださった方に私から特別なプレゼントもあります。あとですね、先週もそうだったんですけど、それは事前に言ってなかったんですけど、直接こちらにいらっしゃった方にはですね、隣の桜姫サロンの御術様参拝っていうのを体験していただきました。いつも写真で巨大な女性器のオブジェ、ご覧いただいておりますが、動画とかでね、実際に生でご覧になると皆さんとても感動してくださってます。ご来店の方の着物マルシェ、それからオンラインの着物マルシェ、両方ともとても充実しております。
前回参加された方からもとても感謝 のメールをいただいて、コメントもいただいており、後で録画を見えます YouTube ライブで、限定リンクをお送りし、お申し込みの方に限定リンクを送っております。同じアドレスで生でリアルタイムには見れない方も後で録画だったら注文していただいたらいいです。10万以上のお買い物の、早めにもし買い物するしようと思う方は早めに申し込んでいただくといいかなと思います。ではお申し込み待ってます。私の渡辺かりんの、アメブロですね、最新のブログに申し込みのリンクが貼ってありますので、どうぞいらしてください。では最後まで見てくださって、ありがとうございます。見てくださってありがとうございます。嬉しいです。ではまた失礼します。